ねえ、キティちゃんとミミちゃんは何に仮装するの？秘密。私も秘密よ。ケチだな。教えてくれたっていいじゃないか。だったらトーマスはどんな仮装するの？教えない。なんだ、それじゃあ私たちと同じじゃない。今年は参加するとどんなお菓子をくれるのかな。去年はチョコレートとビスケットだから、今年は多分、まあ、トレーシーったら本当に食いしん坊なんだから。わしが司会を。なんでまた。予定していた人が急に都合が悪くなってしまって。ぜひお願いしますよ、バーツさん。しかしわしは人前で話をするのが苦手なんだ。それだけは勘弁してください。あなた、会場作りから子供たちに配るお菓子の手配まで、みんなキティちゃんのパパがやってくれてるんですよ。あなただって今年の仮装大会の世話役になってる以上、何かしなくちゃ悪いわ。バーツさん、難しく考えないでください。簡単な挨拶と、あとはプログラムに従って紹介してくれればいいんです。そのくらいはできるでしょう。分かった、できるだけのことはしよう。いやー、これで安心しました。私も晴れがましいことは苦手なんですが、子供たちが年に一度の仮装大会を楽しみにしてますからね。じゃあ私はまだ会場作りが残ってますんで、これで。では奥さん、失礼します。すみませんね、何から何まで任せっぱなしで。父さん、ふっくらしと。ミミ、いくらミミでも何に仮装するかはまだ内緒よ。私だって。あれ、うん、あそこにいる人、もしかしてバーツさんとこのロディさんじゃない？そうよ、間違いないわ。ロディさん。キティちゃん、ミミちゃん、ちょっと見ない間に随分大きくなったな。ロディさんも元気そうね。いつこの町へ戻ったの？今朝だよ、ちょっと用があってね。ロディさん、聞いたわ、ロンドンで映画俳優をやってるんですってね。素敵だわ、憧れちゃうな。サインもらわなくちゃ。いや、俳優なんて言ったってちっとも売れてない俳優さ。それより父さんのところに君たちのパパが来てたけど。バーツさんとうちのパパが今年の仮装大会の世話役なの。そうか、そのことで来てたのか。さて、そろそろロンドンに戻ろう。キティちゃん、うちの父さんと母さんに会ったらよろしく言っといて。え？体に気をつけて長生きしてくれって、ロディがそう言ってたってね。じゃ。まあそういうことさ。どうしてお父さんに会っていかないんですか？せっかく帰ってきたのに。キティちゃん、ミミちゃん、会えない？会えないってどうしてなの？お父さんに会うためにこの町に帰ってきたんでしょ？初めはそのつもりだったんだ。だけど父さんが一人リンゴ園で働いている姿を見たら、どうしても会えなかったんだ。父さんはまだ怒ってるさ。僕のこと許してなんかくれないよ。怒ってる？父さんは一人息子の僕にリンゴ園を継いでもらいたかったのさ。だけど僕には夢があったんだ。映画俳優なんて誰にでもなれるもんじゃないんだ。世の中そんなに甘くはないぞ。分かってるのかロディ。ここまで行ってわからないんだったら、ロンドンでもハリウッドでもどこへでも行け。あなた、いいかロディ、その代わり俳優になれなかったからってのこのこ戻ってくるな。いいな。あれから3年になるな。3年って、ロンドンなんて隣の町じゃない。なのにその間に一度も町へ帰ったこと
そうさ、つまんない話を聞かせちゃったね。じゃあ。ロディさん待って、本当にお父さんに会わないでこのまま帰っちゃうの？そんなの変よ。まあいいさ、元気そうにしてるのを見ることができたからね。じゃあ夜までいたら？夜？バーチさんが仮装大会の司会をやるの。うちの父さんが司会を？パパが言ってたわ、バーチさんにお願いするって。無理だ、うちの父さんは不器用なんだ、司会なんて務まるわけがない。とにかく僕は帰るよ。二人とも父さんによろしく言っといてね。じゃあ。ああ。おっと、気をつけるんだよ。うん。ブーン。父さん見て。おお、面白い仮装だな。じゃあ行ってくるね。気をつけていくんだよ、ロディ。よし、お菓子の手配はよしと。あとは時間になったらバーツさんに司会をしてもらってと。今年は盛大になりそうですね。あ、ママ、お菓子を配る役はお願いするよ。分かってます。ご苦労様。いや、今年もパーッと行きましょう。パーッと。あなたは？私ですよ、私。お役目ご苦労さんです。ああ、おまわりさん。分からなかったところを見ると私の仮装もまんざらでもなさそうだ。それよりおまわりさん、仮装大会の審査員の方よろしくお願いしますよ。任してください。それじゃ。ずいぶん集まってるわね。そうね、みんなはもう来てるかしら。ちょっと早すぎるよトーマス。悪い悪い、もう少しゆっくり行こう。いいかい、行くよ。1、2、1、2。トーマスとティッピーは恐竜に仮装したのね。お菓子はいつもらえんの？もう少し待ってね、時間になったらみんなに配るから。おい、じゃあ今から並んでよっと。あの子はトレイシーよ。どんな仮装したってすぐに分かっちゃうわね。どいてどいて。おお、今のは？あの声はフィーフィーよ、きっと。なるほど。そこへ行くのはジョディ博士じゃな。わかる？君は誰？見ての通りの魔法使いじゃよ。どこかで聞いたような声だな。本日はお忙しい中、年に一度の、どうもスラスラと言えんな。あなた、そろそろ時間ですよ。なあ、司会の方お前が代わってやってくれんか。今さら何を言ってるんですか。さあ急がないと遅れますよ。はい、ありがとう。はい、わしには二人分くれんかの。え、冗談じゃよ。今のはキティよ。なんだ、似たような声だと思ったわ。じゃ、あなたはミミィでしょ。よくできてるでしょ。賞をもらえるといいわね。はい、次の人どうぞ。皆さん、大変長らくお待たせいたしました。どうぞステージの前にお集まりください。では本日の司会を務めていただくバーツさんをご紹介します。本日はお忙しい中、年に一度の仮装大会に多数お集まりいただき、世話役の私としましても誠に、申し訳なく、よろしく思うところであります。今回の仮装大会は、例年に増しまして。おまわりさん、とぼけた。ロディ、ロディ行くんじゃないか。ちょっとこっち。うん、なんだい。出場
いたし、あ、これそれはですね、ああ、どうしよう、それでは、それでは、バーツさん、それでは仮装コンテストを始めます。バーツさん、それでは仮装コンテストを始めます。まいったな、うん、ヤッホー、うん、はい、はい、みんな集まってるね。私が今ご紹介に預かった。え、何？紹介なんかしてないって？あれ変だな、会場間違えちゃったかな。まあせっかく来たんだから、後の司会は私は。 しかし、おんや、何か文句ある？じゃあこうしましょう。あなたが私の正体を当てたら、あなたが司会をする。で、私があなたの正体を当てたら、私が司会をする。どうですか？ではまず私から。あなたはバーツさんでしょう。ほーら、当たった。そんなのするよ。では私は誰でしょう？わからん。はいはい、これで決まり。ではバーツさん、ご苦労様でした。バーツさんに盛大な拍手。ミュージックスタート。一等に選ばれた人にはすごいご褒美が与えられます。なんと1年間ですよ。じゃーん、毎日公園の掃除をしてもらいます。というのは冗談です。それは後のお楽しみ。ではエントリーナンバー1の人どうぞ。わお、いきなりすごいのが来ましたね。慣れたもんだな。しかしアンピエロ誰なんだろう。おまわりさんの声ではないし。ですか？鳥？いや、鳥といってもいろいろありますが、何ですか？わかんないですか？わかんない鳥って言うんですか？わかんない鳥のマイケル君でした。あなた、あのピエロ、ひょっとしてうちの。え？ではエントリーナンバー2の人どうぞ。おやおや、これまたユニークな仮装ですね。皆さん、こんな大きな鉛筆どうやって使うんでしょうね。ロディよ、きっとそうよ。逆立ちをしてもらえば使えるって。では逆立ちできんのかな。やってもらいましょう。あなた、はい、どうぞ。バーツさん、どうしました？はい、どうぞ。まあこんな格好では無理ですね。あなた、ロディはあなたを助けてあげるつもりだったのよ。分かってあげて。余計なお世話だというんだ。人に恥をかかせよって。リスに仮装したフィーフィーちゃんでした。拍手。さあ、今年の仮装コンテスト最後の出場者です。こんばんは。カオ、ちょっと、何？すごいですね。何？声がお腹の方から聞こえましたね。あの司会のピエロさん、ロディさんじゃない？これだけの衣装を作るのに随分苦心したんでしょうね。はい、そうよ、声がそっくり、体つきも似てるし、間違いないわね。やっぱり来てくれたのね。そしてお父さんを助けてあげたんだわ。恐竜に仮装してくれたトーマス君と TP 君でした。拍手。さあ、これでコンテスト
ストの出場者全員がステージに上がってくれたわけですが、審査の結果が出るまでしばらくダンスをお楽しみいただきましょう。ミュージックスタート。そうだよ、あのピエロはバーツさんの息子のロディさ、服を貸してくれって言うから、それでやっぱり。それでロディさんはロンドンへ戻るからって駅へ行ったよ。パパ、バーツさんは、うん、仮装大会の途中で帰ってしまって、これは一体どういうことなんでしょうね。あ、さあ、キティたち何か知ってるかい。パパ、詳しいことは後で説明するわ。ミミ、駅へ行きましょう。うん。あ、キティ、ミミ、待ちなさい。心配しないで。ロディさん。ん？キティちゃん、ミミちゃん。僕は帰って余計なことをしちゃったみたいだ。どうして、どうして余計なことなの。そうよ、お父さんきっと感謝してるわ。だったらどうして一言も言わずに帰っちまったんだい。 あのピエロが僕だってことに気づかれないように演技したつもりだったんだけど、父さんには分かっちまったのさ。だから怒って帰っちまったんだ。でもロディさんはお父さんを助けてあげようって思ったんでしょ。だったら親不孝な息子になんか助けてもらいたくなかったんだよ。私がお父さんに訳を話すわ。きっと分かってくれるわ。だからお父さんに会って。キティちゃん、こんなのって悲しいわ、寂しいわ。ありがとう。でもいいんだ、これでいいんだ。よくないわ、ちっとも。キティちゃん、すまないが、これ父さんに渡しといてくれないか。自分の手で渡そうと思ったんだけど。ロディさん、何時の電車で行くつもり。8時だよ。ミミ、ちょっとロディさんをここに引き留めておいて。私、バーツさんを呼んでくるから。わかったわ、必ず連れてきて。じゃあ、行ってくるわ。うん。ロディがこれを。はい、渡してくれって。バーツさん、ロディさんは今駅にいます。帰る前に会ってあげてください。勝手に家を飛び出して行ったやつだ。こっちから会いに行く必要なんかない。あなた、ロディのやつが呼んできてくれって君に頼んだのか。違います、私とミミが勝手にしていることです。またどうして。ロディさんは言ってました、父さんはまだ怒ってるって。こうも言ってました、いつまでも元気で長生きするようにって伝えてほしいって。バーツさん、ロディさんに会って何か言ってあげてください。このままではロディさんもう二度とこの町には帰ってこないような気がするんです。ロディさんは8時の電車で行ってしまいます。今から急いで行けば間に合います。バーツさん、あなた、キティちゃん、君の気持ちは嬉しいけど、これはわしとロディの問題なんだ。ほっといてくれんかね。キティちゃん、キティちゃんを家まで送って行ってあげなさい。ロティのやつ。
父さん、寒いのに見え張って薄着でいることはないよ。ダウンジャケット買えばいいのに。あったかいよ。厚着をするほどわしは老いぼれちゃおらんよ。出せ。まあ、あったかそうなダウンジャケットね。高いんだろう、これ。大した稼ぎもないだろうに、無理しよって。私もキティちゃんの言ってた通りのような気がするわ。ん？もう二度とこの町に戻ってこないような。戻ってこんでもいい。本当にそう思うの？戻ってこなくても後悔しないわね。黙ってろ。こうも言ってました。いつまでも元気で長生きするようにって。ティちゃん、乗りなさい。バーツさん。はい、バーツです。あ、キティちゃんのパパ。先ほどは主人が失礼いたしました。すまんな。君たちにまで余計な心配をかけて。いいえ。わしを冷たいやつだと思うかね。わからないわ。ただどうして親子なのにこんな悲しい別れ方しなくちゃならないのかって。あいつは俳優になりたくて家を飛び出したんだ。おそらくうまくいかなくなって戻ってきたに違いない。だからこそここでわしが甘い顔をしたら、あいつはなりたかった俳優への道を諦めてしまう。そんなだらしのないことじゃどんな仕事に就いたって成功はせん。許してあげてるのね。8時になったよ。へえ、そんな。バーツさん、降りないの？ミミーちゃんを呼んでおいで。送っていくから。お話ししないのかしら。あ、パパ。このダウンジャケットあったかいよ。そう、よかった。俺、俳優として結構売れてるんだ。今日は仕事でこっちへ来る用があったからちょっと寄ってみただけなんだ。そうか。取り立てのリンゴだ。たくさん収穫できるといいね。助かったよ、今日は。
あんなのどうってことないよ。辛くても一旦自分がやりたいと思ったことは最後までやり抜け。俺順調にいってるよ。次の映画でも結構いい役がもらえそうなんだ。父さん嬉しかった。お前があれだけ仮装大会を盛り上げてくれてな。町の人はお前に惜しみない拍手を送ってくれた。お前には役者の素質がある。今日それがよくわかった。父さん、くじけるな。最後までやり抜け。電車が来たわ。あの二人ちゃんとお話ししたのかしら。ずっと正面を向いたままだったわ。なんでなのじれたい。いいんだよ、あれで。え？あれでちゃんと親子の気持ちは通じ合っているのさ。変なの、大人の人って。じゃあ、8時30分発ロンドン行き急行列車が発車いたします。父さん、俺売れてなんかいないんだ。本当はもう俳優になるのを諦めようと思って帰ってきたんだ。父さん、俺くじけないでやってみるよ。じゃあ帰ろうか。いらっしゃいませ。お荷物お預かりいたします。ありがとう。サンリオピューロランドは日本初の全天候型屋内テーマパークです。外は雨でも中は快適、一日たっぷり楽しめます。華やかなパレードやライブショーの数々、そして感動と興奮のアトラクション、どれも夢のような楽しさです。ハローキティやケロケロケロッピたちの大活躍もお楽しみに。当日券もご利用ください。お待ちしています。Welcome to the world of the fantastic Europe, Europe.
Welcome to this world of